こんにちは。大阪大学大学院歯学研究科で歯周病の方を担当しております村上と申します。私は今から歯を支えている骨と歯茎を取り戻す再生療ということで、歯周病にお困りの患者さんに提供できる再生療の研究についてお話をさせていただこうと思っております。でまずはじめに、歯周病を話す前にですね、健康な歯茎とはというお話からしたいと思うんですが、歯科にかかられる多くの患者さんは大体2つの病気を思い浮かべられます。1つは虫歯でありますし、もう1つは歯周病であります。で、虫歯というのは歯そのものの病気ですし、歯周病というのは歯を支えています歯茎とか骨が侵されていく病気であります。で、私たちはこの歯を支える組織、具体的に言いますと歯肉、皆さんが歯茎という部分ですが、歯肉、それからその骨ですね、歯槽骨、それから歯と骨は直接くっついていませんので、コラーゲンの繊維で歯と骨はつながっていますから、その部分の歯根膜と、それから歯の表面にあるセメント質という、この4つの今画面でピンク色に出ている部分を総称して歯を支える組織、歯周組織というふうに私たちは呼んでおります。で、見ていただいている写真はまさしく健康な歯茎をお持ちの方の状態でありますが、お口の中に生息していますバクテリアが原因となって、この歯茎に炎症が起こります。虫歯の場合と違って、歯茎とこの歯のちょうど境界の部分に、境目の部分に、私たちがデンタルプラークとかプラーク、皆さん歯垢という言葉聞かれるかもしれませんが、汚れが付着いたしますと、これが原因となって歯茎に炎症が起こります。横の写真を見ていただきますと、ちょっとこの辺り、歯と歯の間のところが一番見やすい部分ですが、ちょっとトローンと丸みを帯びている様子が見ていただけるかも分かりませんが、これが初発ですね。初めて歯茎に炎症が起こりかけている状態で、これを歯肉炎、ひょっとすると皆さんは歯ブラシされると歯茎から血が出るというふうな症状を経験され始めるのがこの状態であります。で、これがさらに病気が進みますと、私たち歯周炎というふうに病名を変えるわけでありますが、同じく原因はそのデンタルプラークが原因になるんですけども、このバクテリアの影響を受けて歯茎だけではなくて、今度は骨が溶けてまいります。歯を支えている歯茎や骨が両方侵されていきます。先ほどから比べてもらいますと、この歯茎の赤みですね、赤みとか腫れが顕著になってきますし、だん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 支えている骨がなくなってきますので、歯の位置が動いてきたり移動してきたりというふうなことがありますし、あと一般の方がよく気づかれるのは口臭ですね。特になかなか他人の方 のお友達とはいえ口臭があるっていうのはお話しにくいでしょうか。ご家族の間で口臭が気になるというふうな話題が出るのはこのようなステージに当たります。で、さらにそれが重度になってくると、もうほとんど歯を支えてくれている骨がなくなってしまったような状態になりますし、歯茎は著しく痩せてしまって根っこが露出してしまって、こうなってくると、例えばこの辺りの歯を見ていただくと、随分下がっている感じが伝わるかと思いますが、もう重力に耐えかねるように歯が移動してまいります。こういうふうにして病気が進んでいきますと、もう皆さんの自覚症状としても歯がグラグラしてくるとかですね、もう痛くて噛めない、お好きな食事がいただけないというふうな状態に進行するのが重症の歯周炎という状況に当たります。これがいわゆる総称して歯周病と呼ばれる病気の本体であります。で、非常に不思議に思われるかもしれませんが、原因がはっきり分かっていて、お口の中のバクテリアの汚れが原因であると分かっているのでありますが、なかなかこの病気の罹患率といいますか、患者さんが減ってまいりません。で、これは先ほど見ていただいた漫画を、健康から歯肉炎、重度歯周炎というふうに漫画でお示ししておりますが、統計で見てみますと、ちょっとその歯周ポケット4ミリ以上というのは分かりにくいですが、中程度の歯周病というふうにお考えください。今までご紹介にあった病気に比べると随分罹患率が高くなっています。中高年の方で、この歯周病というふうに診断できる方がですね、明らかな病気になっている方が6割以上、こう今日集まりの方の向こう何割かが健康だとすると、残りの皆さんは全員病気ということになります。健康な方が不思議なぐらい非常に罹患率が高いのが、これは日本だけではありません。世界的にこのような傾向が見られます。で、さらに重症の場合ですね、
さらにその破壊が進んでいる、骨まで破壊されている、このオレンジ色で表しています、6ミリと書いていますが、重症と、中等度から重症と判断される方でも、中高年の方で見ていただきますと、2割近い、だんだん歯を健康に維持するのが難しくなってくるのが、これぐらいの割合いらっしゃるのが、この病気の特徴でありますし、ご本人もしくは周りの方のご経験でもお分かりいただけるかと思いますが、中高年齢層になってきますと、どんどん歯を失ってまいります。で、若い時に歯を失う原因は虫歯が多いわけでありますが、中高年になってきて歯を大事な歯を失う一番の原因がこの病気であります。では、そもそも原因が分かっているのに治療の方法はないのですかというご質問を受けしそうでありますが、一番大事なのはどの病気でもそうでありますけれども、原因を除くことであります。先ほどから何度か繰り返して申し上げておりますが、歯と歯茎の間にあります隙間、私たち歯周ポケット、テレビなんかでもポケットということは聞かれたことあるかもわかりませんが、このポケットというところに生息しているバクテリア、あるいは歯石が原因ですので、歯医者さんに行っていただきますと、この原因を何らかの方法で除く、除去するという治療をまず徹底して行います。で、具体的にはどのようなことをするかといいますと、今日はぜひせっかくですので、今日は最新の話、難しいお話もたくさん聞いていただくんですが、今日帰りにぜひせっかくの機会ですので、ドラッグストアに寄っていただいて、新しい歯ブラシ1本買っていただくと、それも200円から300円の投資ですので、まずこれも大変大切なことであります。もうお家でまず歯ブラシをしていただくということは基本的ですし、もう自分はひょっとして歯周病かもと思われる方がいらっしゃったら、できれば歯医者さんの相談を受けていただきたいですけども、この歯間ブラシと他に書かれていますように、歯と歯の間を磨く特別な清掃器具がありますので、ぜひご自分のお口に合った歯間ブラシを使っていただいて、まず患者さんご自身がケアしていただく。これなぜかというと、これお口の中のバクテリアをゼロにすることはできませんので、患者さんご自身、皆さん方ご自身が病気のケアを日々の中で注意していただくということが大切になってまいります。ところが残念ながらですね、この歯茎の中の方ですね、歯周ポケットの奥深くまで汚れがたまりますと、これなかなかご自身の歯ブラシでは毛先が届きません。テレビなんかでメーカーできれいにこういった隙間を取り除く歯ブラシの絵が映りますが、なかなかああいうふうにはうまくいかないのが実情であります。で、そうなってきますと、いわゆる歯周病を専門に治療してくれている歯医者さんのところに行ってもらって、歯科医が使う特別な器具を使って、この歯茎の中ですね、歯周ポケットにたまった汚れを機械的に取り除くということをしていただく必要があります。こういった器具を使って、ここ一生懸命こう汚れを取りますと、こういった汚れが除かれて、原因がなくなりますので、今まで心配していた歯茎の炎症はなくなります。で、歯茎がよく引き締まるということを聞かれております。歯茎がキュッと引き締まって、なんとなくブヨブヨした不快感というのがなくなって、健康な感じを取り戻すことができます。ところがですね、この絵を見ていただいても、この右の図はどうも私がもともと持っていた歯茎の形ではないなということにもお気づきではないかと思います。これがこの病気の厄介なところで、これ実際の写真のところだけ見ていただいたらいいですが、治療前、この方は重度の歯周病の方でした。治療前、治療後、歯茎の色を見ていただくと、歯茎の色はきれいになっているなとお気づきいただけるかと思いますが、随分痩せて治療が完了してしまっています。で、要するに歯周病の治療は原因を除くことで病気の進行を止めて、そこで病気をストップさせるということにはおおむね成功しておりますけれども、一度失った歯茎とか骨を元通りにするということは、その原因を除くだけでは達成することができないということが、もう実臨床の中で、私たちの日々の臨床の中で経験済みであります。で、実際今日もですね、たくさん体性幹細胞、組織幹細胞、そもそも私たちの体の中にある幹細胞がありますよというお話を聞いていただきましたが、歯茎と骨を再生する幹細胞も確かに皆さんの歯の根っこの周りに存在いたします。ですが、年齢のことを言うと大体こういうお話につながっていくのですが、加齢とともに幹細胞の数は減少いたしますし、その硬い骨を作る力も文献的には低下するということが知られているところであります。
で、歯科医が歯周病が治るというのはですね、原因が除かれて炎症がなくなりました、歯茎がキュッと引き締まりましたということをとりあえずの大事な目標にしています。ですが患者さんが望んでいらっしゃる歯周病が治るというのはこのようにですね、もともと私が例えば10代20代の時に持っていた歯茎や骨をもう一度取り戻してくださいというのが患者さんが期待されていらっしゃる、治療の結果ではなかろうかと思います。で、それを達成するために私たちの分野でも再生医療というのが必要になってまいります。で、今日もたくさんお話を聞いていただきましたが、さまざまな組織臓器を作る細胞へと分化できる寛容系の幹細胞というものがありますので、この幹細胞を移植することで、足らないんだったら移植することで失った歯周組織を再生させてやろうということで、私たちがこの英米の支援をいただいて研究してきましたのは、皆さんがお腹の中にある脂肪がありますね、大体悪いイメージで捉えられますが、この腹部の脂肪を少しいただいて、脂肪の中に存在している幹細胞を活用して、ご自身の細胞をご自身の歯茎に移植して再生させようという治療を計画いたしました。これ私どもで近未来歯科医療センターというふうに私たちの病院でセットしている治療、日帰り手術用のスペースですが、こちらの方でご自身の患者さんご自身のお腹から脂肪をいただいて、体の外で幹細胞を増やすということをやっているわけであります。実際どのようにして脂肪を集めているかといいますと、これ私どもの病院の中ですが、この脂肪の吸引に関しましては、大阪大学の医学部のですね、消化器外科の先生のご協力をいただきまして、その先生に私どもの方の病院に来ていただいて、局所麻酔で、脂肪を約数十 cc、 少ない数十 cc、 これぐらいです、ごくごくわずかの脂肪を吸引いたします。局所麻酔ですから、この間患者さんも普通に会話していただける状態であります。で、これを体の外でこういうふうな細胞加工施設の方にこの脂肪を持っていって、私たちの方でそこから幹細胞だけ集めてきて、ご自身の幹細胞を増やすということをいたします。で、実際に移植した状態がこれなんですが、ちょっとテレビの取材を受けましたので、そのテレビの NHK の取材の、テレビを見ていただきます。兵庫県宝塚市に住む片山奈美さん、2年ほど前から歯周病の治療を受けています。じゃあ一掃しますね。歯周病は歯と歯茎の間で細菌が増えて炎症が起き、歯を支える骨や周りの組織が壊されていく病気です。30代から60代のおよそ8割がかかっていると言われています。1年余り前の片山さんの歯です。歯茎を開いて中を調べると、歯の根元にあるはずの骨がなくなり、隙間ができていました。このまま症状が進むと歯が抜け落ちる恐れがあります。そこで新しい治療法では、患者本人から取り出した幹細胞を特殊なゲルに混ぜ、病気の部分に埋め込みます。この幹細胞が骨を再生させると考えられています。幹細胞は他の幹細胞が骨に変化するのを促す働きもあると見られています。片山さんは去年1月、臨床研究の1例目としてこの治療を受けました。その時の映像です。幹細胞が入ったゲルを埋め込みます。その結果、以前は骨が溶けてやや黒く映っていた部分が、9ヶ月後には白く映り、骨がほぼ完全に再生されていました。先生がおっしゃった通りに、元に戻ってるって思って、その再生医療っていうのもすごいなと思って大満足です。
私どもの病院ではありませんが、医療関係者の方でしたので、このようにテレビで出ていただくこともお応答いただいたんですが、もっと重症の方で、この方の場合はですね、骨がもう根っこの先までなくって、まあ、通常抜かなければいけないような状況だったのですが、この方にも同じ治療を行います。これ手術中の状態です。同じような歯茎の治療を受けていただきますと、約9ヶ月でほぼ問題ないレベルにまで骨が回復するということが確認することができました。先行している私どもが開発したお薬と比べても、その有効性は重症の患者さんを対象しているにもかかわらず、より効果的な結果が出ておりますので、非常に期待の持てる治療法になるのではないかと考えております。現在この AMED の支援を受けまして、12症例の目標をすべて完了し、この3月末までに最終的に治療のこの治療のですね、安全性有効性を確認をしてご報告したいと考えております。今後これが皆さんの普段の治療の中に位置づけられるように研究を継続したいと考えております。失われるだけの治療が取り戻す医療にということを可能にすることを目標にして、今後も研究を続けていきたいと考えております。ご清聴どうもありがとうございました。